はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はちょっとね、速報動画になるんですけども、今日はですね、2022年の8月の24日に撮影しております。はい、まあ結構今日はですね、厳しいなという話なんですけど、今回はですね、まあ今日のヤフーニュースにも出ておりましたが、ソニーの製品がですね、値上げしてしまうというお話でございます。まあ値上げする商品のですね、一覧もね、公式から出てるんですけども、まあかなり種類があるんですよ。まあほとんどの製品というか、まあ特にですね、撮影機材関係ですね、このカメラとかレンズとか、その辺の値上げがね、結構あるみたいなので、実際どういう感じで値上げがされていくのかっていうところですね、見ていきたいと思います。それでは、行きましょう。はい、ということで、まずですね、先日ね、Apple の値上げもありましたよね。MacBook とか iPhone とか iPad が、まあ、一通り値上げをされてしまいました。で、Apple の製品の値上げっていうのは、結構値上げのね、率が大きかったんですよね。この Apple 製品なんかはですね、20% とかね、結構値上げをしていたので、まあ結構ね、これから Apple 製品を買おうって思っていた方には、まあ、大打撃ということになりました。で、その時のこの Apple の値上げの場合はですね、もう、値上げされましたっていきなり出たんですよね。なので、明日から値上げしますっていうアナウンスとかがなく、もう値上げがいきなりされたんですよ。いきなり値上げされちゃったんで、昨日まで普通のね、これまでの価格で買えていたのに、今日買おうと思ってた製品がいきなりこう値上げしちゃったっていうパターンになっちゃいました。はい。なので、Apple 製品の場合は、まあ、例えばこの Amazon だったりとか、まだ値上げが反映されてないところでね、急いで買おうみたいな感じで、まあ、買いに行くっていうね、状況になりました。で、結局ね、最終的にはもう、どこの店もですね、この Apple 製品も値上げしてると思いますので、iPhone とか iPad とか MacBook の価格は、まあ、それこそ7月よりも前のね、状況と比べると値段が上がってしまったという感じでございます。まあそんな感じなんですけども、やっぱりその背景にあるのって、この円安なんですよね。今ね、やっぱり円安が続いてるっていうところと、まあこの情勢とかもあってですね、この部品のね、製造コストとか、そういったところが上がっているらしくて、値上げをせざるを得ないっていう状況になってるみたいです。で、今回のソニーのね値上げに関してなんですけど、ちょっと猶予があります。今ね撮影してるの8月の24日ですけども、9月の1日から、値上げということになりますので、まあ、これから紹介していくような製品とかですね、カメラとかレンズとか、欲しかったなっていう方は9月よりも前までにね購入すると、値上げ前の価格で買えると思います。なのでちょっとね1週間ぐらいですね、ちょうど1週間ぐらいかな、猶予があるということなので、まあ、そこはちょっとね良心的かなと思いました。まあ、一応ちょっと公式ページを見ていくんですけども、まあ、一部製品の出荷価格改定に関するお知らせっていうのがソニーの公式ページから出ております。ソニーマーケティング株式会社は2022年9月の1日より、日本国内向けに販売している一部製品のメーカー出荷価格を改定しますと、昨今の外部環境の影響を受け、原材料費、製造、物流コストなどが、高騰していることを踏まえて、下記の通り出荷価格を改定しますということです。で、平均価格改定率っていうのが出てるんですよ。で、これがですね、今回は約 8% 増ということです。なので、急にね、一気に 20%、30% ドンって上がるっていう感じではないんですけども、まあ、今回の9月1日からの値上げで、まあ、現状の価格の約 8% ぐらいね、値段が上がるということです。はい。まあ、とはいえですね、カメラとかを、まあ、購入しようとしていて、この 8% って結構大きいんですよ。例えばカメラとかだったらですね、まあ、やっぱり1台30万円とかね、してくると思います。30万円の 8% いくらかっていうとですね、まあ、2万4000円なんですよ。なので、これまで30万円で購入できていた、まあ、ソニーのカメラがあったとしたら、2万4000円ぐらいですね、上乗せされるっていう形になります。結構でかくないですか？消費税よりもでかいぐらいなので、これは結構ね、まあインパクトありますよね。で、一応ジャンルもね出てるんですけど、ブルーレイディスクレコーダー、デジタル一眼カメラ、デジタル一眼カメラアルファ、用レンズですね、デジタルスチルカメラ、プロフェッショナルカム、レコーダー、ポータブルオーディオプレイヤーね、もうカメラだけじゃなくて、まあ、他のねジャンルまで来てます。で、アクティブスピーカー、ネックスピーカー、ラジオ、CD ラジオ、ラジカセ、IC レコーダー、集音機、記録メディア、他となっております。
まあ、こんな感じで結構多岐にわたる、ね、製品の値上げがあるということです。じゃあちょっと対象商品のリストを、ね、PDF があるので見ていきたいと思います。で、金額がですね、リストの中に書いてるものと書いてないものがあります。で、書いてないものはオープンとなってますので、まあそこに関しては平均で約、ね、8% ぐらい上がってますよということですね。はい。でカメラなんですけど、ちょっと見ていくんですけど、 α1、 α9、 Mark2、α7S、Mark3、 今ちょうど撮影しているのが α7S3 なので、この辺も上がりますよと。 α7CL、 レンズキットかな。で α7C、 α7Mark4 ですね、今ここにあります α7-4 ですね、これも上がる。で α7-3 も上がりますね。でその他 α6600 ですかね、この辺も上がりますよと。まあ、含まれてないものありますね。ZV-E10 とか α6400 とかね、その辺は含まれてはいないみたいですね。でレンズもですね、まあ、かなり、値上げがあるみたいで、12mm24mmGM、1635GM、12mm24mm の G ですね、それから 24mm70mm の Z、 サイズのレンズとか、まあ、望遠レンズもあったりとか、 14mmF1.8 の GM、 24mmF1.4GM、 今使ってるレンズも、ね、上がりますね。それから 20mmF1.8 の G、 これも非常に人気のね 20mm のレンズがあったりとか、 35mm の F1.8 とかですね、まあ、本当にまあレンズもねかなりの種類が上がってますね。むしろ値上がりしてないレンズを探す方が難しいんじゃないかっていうぐらいですね、まあ、かなり多くのレンズが値上がりしております。それから FX3 も値上げするみたいです。 FX3 の価格が54万8900円となってます。これがですね、 FX3 は今8月時点では50万4900円税込みなんですよ。これがですね54万8900円なので、やっぱり4万円ぐらいですね、8% ぐらい上がってるかなっていうところですね。アクティブスピーカーとか、あとウォークマンですね、ウォークマンシリーズも結構含まれてますね。一応どんな製品が値上がりするのかは PDF 出てますので、そちらをちょっと概要欄に貼っておきます。こんな感じで特に見た感じね、一番種類多いなと思ったのは、まあ、ソニーのカメラとレンズ、ここが一番多いと思いました。まあ、結構状況によってはですね、まあ、ソニーの新型のカメラ、まあ、買いたくても買えないっていう状況にもなったりするので、まあ、特にこの8月の下旬ですよね、今値上げが発表されて値上げする直前の状態なので、もしこのソニーのカメラですね買いたいなと思ってた方はちょっと早めにね、チェックしておいた方がいいんじゃないかなと思います。FX3 は入荷次第出荷だからもう今買えないですね。今在庫あるかね見てるんですけど、α7-4 今買えますね。特にこのソニーのこのフルサイズ、カメラの中では、まあ、ベーシックなモデル、一番人気の高いモデルは、今買えますね。8月25日頃出荷で書いてますので、まだ在庫あるっぽいですね。なので、まあ、こんな感じで、まあ、ちょっと今後ねソニーのカメラ買いたいなと思ってた方はちょっと、在庫がなくなる前にチェックしておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで今日はこんな感じですね。ちょっと速報動画なんですけども、まあ、ソニーの製品がですね、9月の1日から約 8% ですね、値上げをするということなので、まあ、購入しようかなと検討していた方は、まあ、できるだけこの値上げする前にですね、まあ、買えるものはね、買っておくようにした方が、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、今日はこんな感じで以上となります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。